い,いい音ですね。もっと。はい、サクサクふわふわ、とんかつ店に行列ができる理由とは。奈良にあるとんかつ店、マルカツ昼時、四十席ある店内は満席です。広い店内で、よく響く音が。 サクッとした衣。お肉は。まあ、お肉は柔らかい。サクサクでふわふわ。肉は旨味が強いアメリカ産の三元豚。はい、いきますね。特殊な機械に肉を通すと、一瞬で筋が切れます。 こうすることで肉がふわふわになるといいますさらに揚げ方にも特徴が一般的な店より10度ほど低い160度の油で揚げますすると低温で揚げてるから、えっとまあ、サクサク感が出るのとはゆっくり火を通していくことによってお肉が柔らかくなる。 こうして衣がサクサク肉がふわふわなサクフワのとんかつが完成人気のロースカツ定食千二百八十円衣と肉の絶妙なハーモニーが楽しめます何個でも食べれそうなよく行く揚げ物の店とちょっと違う感じが

大手チェーンに対抗しようと500円活動を提供するなど低価格路線を展開しかしいくら客が入っても赤字続きそんな時作ったものがこのチラシとんかつの写真は一切なし店の状況や思いなど本音を綴りました どれだけ一生懸命働いても赤字とんかつの味なら大抵のお店には負けないすべてを込めて書いて近所の皆さんに配らせていただいてその日からお客さんやったりとかがそれを握りしめて店長食べに来たよって応援しに来たよって頑張ってっていうのがねそこからずっと広がっていて値段を上げたにもかかわらず 連日行列ができるようになりましたそして金子さん今度は自分が誰かを応援したいと去年始めたのが無料食堂お金に困っている人に好きなものを無料で食べてもらうという取り組みですこの1年で260人ほどが利用したといいます。 困ってる人に届くのかどうか、ね、まあいたずらが来ないんだろうかとか、まますごく悩みましたけど、この取り組みを知った全国各地の人から、応援の手紙が届きました。やっぱりおいしいものを食べ、あ、作って、提供する、で、良い接客をする、それによってお客さんが喜んでもらう、もうそのことを忘れずに、うん、あの進んでいきたいな。